あいた。ゴロつきかな。なんかそのプレイヤーとも戦えるらしいけど、戦ってもなんかジャンク品を得られるぐらいしかなんかいいことがないって見た気がする。今ここ 1,2,3,4,5,6 人もいる。あなたは何か服着てくんないかな。さてじゃあちょっと行ってみようかな。こっちに行けばいいんだね。あ、全裸の人も来た。あ、全裸じゃないや、パン1の人パン1の人一応銃は持ってるんだね。あ、来た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 、行ってみよう。チキン？え、何チキンって？鳥？そのまんますぎん？え、チキンってどれのこと？え、どこ見てもチキンだけど。え、倒木集める。あ、先行っちゃった。今のチキンとは何だったんだ。下手くそ。ちょ待って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 、こいつら近接だな。待って待って待って、お前は食料だ。ここまたちっちゃい町だ。ここに監督官がいる。グリーンカントリーロッジ。と何かと戦ってんのか、あれは。ん？なんだこれ、オポッサム。また違う生き物だ。ちょっとこの中入ってみよう。ちょっとまだベータだからなのか分かんないけど、若干スティック遅延がある。どうな、すげえ遅延する。わあこれはトレーニング失敗しちゃった感じか。あ、取っちゃった。待って、これは重いよな、そりゃ。これは持ってかなくていいな。これはいいや。あ、ここにキャンプを設置できるのかな。キャンプ設置無理です。多分こういう街中とかには置けない感じが。無理だね。フラットウッズ。あ、ちょっと立派な、あんな高いとこもある。あ、酒。ここ入れそうにはないな。仲間が戦ってる。ここだ、目的地。クエスト開始。
あ、スティームパックちょっと欲しい。なんかね、NPC がフォールアウト76いないらしいから、こういう商人から買わないといけないが、金が全く持ってボランティア、補給物ないん資だけがど。必要ならボブが準備してますよ。ペンとかいる？待って、今のでやっと1キャップか。金なさすぎる。一銭も持たずボルト出てきちゃった。で、ここ来たのはいいんだけど、これか。監督官のログ、フラットウッズにて。信じられません。ここには誰もおらず、住人が避難していた古びた酒場も教会も完全に放棄されていました。ミュータントの他にもある病気が蔓延していました。私を襲ってきたあれはかつては人間だったのでしょう。緑色に光る病変が見られる彼らは怒りと苦しみに満ちて、我々は一つと言っていました。一つとは、事態は私たちの予想を完全に超えています。最悪の事態を予想していたのに、全滅する前、生存者たちは自らをレスポンダーと呼んでいかっましこた。いい。消防士、警官、緊急医療の専門家などで構成されていたようです。彼らは水や食べ物の扱い方や生き延びる術を伝える自動システムさえ持っていたようです。ボルトでの訓練を生かし生き延びるのです。レスポンダーのテストも受けてみてください。残念ですが状況は想像以上によくありません。ですがミサイルサイロの場所とそこを安全に確保する方法を知っている者がいるはずです。現状ではレスポンダーが最大の手がかりです。以上、こちらは監督官です。レスポンダーね、平和に暮らしたいんだけど。キオスク？今キオスクって書いてあった。これキオスクだ。これ登録 OK。 あ、これでなんかいろんなクエストがあなたに向けて来るかもしれないよっていう感じが。にぎわってんね。おお、なんかいろいろ手に入った。あ、キャップも手に入った。ありがてえ。ちょっともうスティム系が足りてないから欲しい。装備が汚染されています。協力が必要です。100。あ、1個でもいいね。100？ 1 個でも 100？ 無理。こいつやったら、いや、ダメだな、ボコボコにされんな。あ、またアイテム報酬。あ、スティンパック手に入ったけど希釈されたって謎の文字が。あ、設計図とか手に入ってる。あ、これ使うことで解放されるんだ。ログもあって、基本的にこの監督官のログを聞きつつクエストこなしていく感じが。なんか来たぞ。ああ、レスポンダースーツ、パラメディックって書いてあるけど、スーツは作ったからいいとして、今特に問題ないね。ち
ょっと日が暮れてきたかな。これがメインね。サイドないな今。あ、デイリーとかイベントってのもあるんだ。レスポンダーのボランティアになれば彼らのシステムにアクセスできるようになる。いいでしょう。でこっちがまあメインで、こっちがオプションだね。丸ついてる方が多分オプションだ。フルーツオプション。お？多分この辺だね。あ、これだ。あ、違う違う違う。あれでもこれ汚染されてないのかな。ラットマークが出ないよ。子孫のために私たちのことを記録しておくようダッサに頼まれたの。いいアイデアだと思うわ。こんにちは。私はケシャ・マクダーモット。爆弾が投下された時私はワトガにいた。当時の高校生のための州の科学フェアを準備中だった。テーマは未来のエネルギー。核の攻撃の後全ては混沌に陥ったわ。食べ物を漁って過激な生存者と戦って、とにかくひどい状態だった。高校生が二人生き残っているのを発見したわ。親たちは助からなかった。町にある古い家にしばらく一緒に隠れていたの。少し経って古いラジオの回路をハンダ付けするのに成功してレスポンダーの放送が聞こえた。本当に嬉しかったわ。ワトガからフラットウッズへ移動するのは大変だったわよ。山岳地帯で悪党どもに出くわして、食べ物と水を奪われた。フラットウッズにいるレスポンダーを見つけた時の嬉しさは言葉にできないわ。全員にテント、自由に使えるキッチン、医薬品もあって守られていた。安全だったのよ。でも彼らには問題があった。水源がひどく汚染されてしまっていた。それに安全に使えるほど長く煮沸させることもできていなかった。私は立ち上がって言ったわ。汚染の状態を監視する試験用キットを作って、みんなに正確なお湯の沸かし方を教えます。そして実行した。お、世界は改善していたけどゆっくりだった。また悪化することを防ぐ必要もあった。時間も手間もかかるわ。お話は終わり。さて、時間、管理、そして科学。バラモンやっちゃったな、あの人。これフラットウッズのウォーターポンプから採取した水のサンプルを検査する。川の水。ああ、さっきの人がボランティアのケシャで水のサンプルを採取中に死んでいた。ああ、なんで死んだのか分かんないの。あ、向こうは明るい。これこうしてみよう。アイコンだけじゃちょっと分かりにくいよな。行ってみるか。あ、なんだこれ。あ、今クエスト完了。タイミングがちょっとよく分かんないな。ヘルバート・ウィンターズ牧師だ。牧師生まれ育った。レスポンダーの前哨基地用に私の教会を貸したんだ。何、礼には及ばない。
の使命を果たそうとしている。どんな時にも人々を救ってな。やがて天への道が開け、我々は救われるだろう。こんなことになった時、私もこう思った。これで終わりだと。だが、そうじゃなかった。私たちはこうして生きている。最初は何かの間違いだと思った。私たちは忘れられたのだと。何か過ちを犯したのかもしれないと。慈善活動が足りなかったのか、最悪の時代にも神を称え続けることを怠ったからか、あるいは考えてはならないことを考えてしまったのかもしれない。だから私は尋ねた。なぜ？どうしてだ。私はこの地上であなたのために戦った。今度はあなたのそばで戦いたかったのに。そして絶望の中で私は言った。生存者たちが死に箱の下で食らいつく姿を。調理しないとダメだと私は警告した。本当のことだと思った。彼らは汚物にまみれた姿で言った。やってみたが病気になったと。その時私は気づいた。使命を与えられたのだと。私はそれから調理場を作った。まともな料理を作った。飢えた者たちに食事を与えた。そして生きる意味を与えられたことに感謝した。また試練の時が訪れたなら、私はその厄災に飲まれ消え去るだろう。だがその時までは共に家庭料理を味わおうじゃないか。汚染されてる。あ、これで水質サンプル分析できるわ。10代、まあそりゃそうだよな。あ、うわ、アーカイブもひで。沸騰させた水を作る。まあね、煮沸すればね大丈夫だよね、きっと。大丈夫なのか、こんな汚染されてる水。他の人が今料理してる。あ、これも使えるね。飲み物。あ、これだね。これで安心だ。本当に安心かはちょっと怪しいとこだけど。チェックインできるね。てかめっちゃレベル上がるなこれ。パークカードパック。ガム。インテリ取ろうと思ったらこれ持ってるわ。ストレングス。定期オスクで2回あったんだこれ。あ、テープっぽいものがある。絶対こんな人でしょ。セカンドヘルピング。デルバード・ウィンターズを彼の家で探す。こういうのは、まあ、死んでるパターンだよな大抵。っていうかこれさっき寄ったところじゃね。
この人は行っちまってる。これはまだ訓練中か。木材を集める。お気に入りが全部ステーキっていうね。日記。とよく見たら、これ脳みそキノコってさ、なんか4の頃から名前が変な気はしてたけど、まあ、確かに脳みそっぽい。脳みそキノコでいいのかこれ。なんだ向こうの人たちは。めっちゃハテナだけど、バラモンバラモンの肉を調理したい。てかこの辺もうたくさんバラモン死んでっけど。おっとっとっと、弾を節約しよう。ハケなんて持ってる。1時間アパラチアを探索する。なんかこういうのでどんどんレベルとか上がっていきそう。でステーキと、で気をつけて。序盤はずっとこんな感じか。でレスポンダーに報告と。暗いな。見るからに教会だけど、トレーディングポストになってるっていうね。これ報告と。ん？緊急？スコーチの群れ。あ、空港あるんだ。ロブコシステムだけど。あ、報酬。これ報酬結構おいしいな。の方がいいね。でまたレベルアップ。あ、レベル5から他のプレイヤーと戦闘できるんだ。しないけど。カリスマトロ。これいいね。まあ今まだベータだからあれだけど、後にまた彼と遊ぶことになるから、また波乱万丈に冒険できるな。で喉乾いてきてるし、腹も減ってきてるから、なんか食うか。ステーキと水。なんか言ってる。ボットが何か言ってる。でさっき見たあの向こうのあの畑とかある、そして井戸もある。まあ汚染されてんだけど、あそこなんかいいキャンプ地になりそうな気がするんだけど、キャンプ地として使えるのかな。あとこれ赤いっていうことは設置ができないんだよな。ああ、まあここは既存のロケーションってことだから置けないってわけか。
ファイナルデパーチャー。場所は、あ、結構遠い、結構遠いからちょっといろいろ冒険してみるか。向こうでしょう。他プレイヤーがいる限り寝て時間を進めるとかっていうことはできないよな、きっと。ベッドあったけど。この武器の弾だいぶ溜まったけど、これこっちはどうだ。ダメか。これそもそも何使ってんだこれ。あ、シリンジャーか。何ミリ弾とかじゃないんだな。ん？え、なに、あ、腐ってんのか。肉塊。こんなん拾っても食いたくねえわ。え、あれ敵？ボットだけど。ん？やっちゃった。多分敵。イエーイ。これ面白いな。こうしてるだけで面白いわ。すれ違いざまのプレイヤーと挨拶交わして、そしてまた別れていく。誰か死んでる。これキャンプしてた入植者か。あ、設計図。またカンカンしてる音がするってことは、まだまだプレイヤーが来てるんでしょう。これ1ワールドに何人ぐらい入るんだ。あ、こんな僻地にいる人もいるし、まあ、10人ぐらいは全然いるね。ここは誰でも使えるキャンプと。あ、スコーチだ。ちょっと弾を節約したいな。と思ったらこいつらが弾持ってんだもんな。痛い。あ、うわ、なに、斧持ってるし。危ない。ナイフ？え？コンバットナイフってことでいいのあれ。どう見ても斧だけど。ナイフの方が強いかも。あ、これまた別のものか。アックスとマシェット変わんないのか。重さがこっちの方がある。マシェット普通にいい武器だな。なんだあれ。灯台。あ、あれよく見るポスター。灯ダイナーかな。ダイナー行ってみよう。スコーチ満載だな。ダイナー行きたいんです。うわ、素でかい。あんまり リーチがないっぽい。マシェット、こいつもこいつでなんかまた違うもん持ってる。ハンドアックス。
あ、こっちの方がちょっと強い。アイテムレベルもあるんだ。だ、強化とかあったもんな。万能王のバリエーション豊富なこと。あ、なんか音がしょぼいけど、こっちの方が強いや。万能王の、あ、強、え、強強強、これ使おう。両手武器だ。どんどん原始的な武器をアップグレードしてってぞ。アイスクーラー、タバコ、タバコはいいや。おお、石化した死体。おお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 お、何それ、砕けるの。わあ、放射能あるし。裏口があった。作業台か。パイプリボルバー。なんかもっと中広そうに見えたんだけど、そうでもないのか。ダイナーですらないや。まあ置けないわな。置ける場所調べたいな。あ、ここ置けるんだ。え、こんな、ど、え、こんな、この結構広い範囲だから、少しでも、なんか特定のロケーションに噛まないように置かないといけないっていうことね。こんな道路には置かないけど。ロースコーチ。痛い。横、横振りが、横振りがいい。あ、強い、強い、これ強い。イベントにはマップからファストトラベルできます。そう、ファストトラベルができるんだけど、キャップを消費するって見たんだよな。おっと、多分まだ行ったことない場所にファストトラベルはできないでしょ、きっと。届いてない、よし。痛い痛い痛い。草？よし。マップ。お、移動でき。るのはイベントね、はい。あ、こっちにもイベントある。ちょうど近くにイベントあるからやってみっか。ちょっとスコーチまみれ。ボットもいる。ボットハマってっけど。ボットなしだ。ボットなしだ。ボットハマってっぞ。ポットじゃなくてプロテクトロンだな。これも全然怖くないぞ、これ。うえーって。はい。どうしてそうなった。プロテクトロン思いっきりハマってっけど。え、なんだこれ。ファイヤーキャップ。そしてなんだあれな、不思議なもんばっかりあるんだけど。イベントエリアに入った。なんかいる。これこそポットだ。これまた触れたら砕けるんでしょ。知ってる。メッセンジャー、これ死にかけてるよ。そこの少しお力添えを。どこぞのチンピラに道すがら襲われてスタビライザーコイルが落ちてしまったのです。あれがなければ直立することも先に進むこともできません。あそこにあります。ずっと見ていました。あれを拾って私に再装着してくれませんか。
そうすれば先に進めます。あ、すぐ近くに落ちてる。